サングリッドエンジンとは分散コンピューティング、コンピュータクラスター環境におけるジョブ管理システム。開発はサンマイクロシステムズの援助によりオープンソースの形態で行われ、サンから商用版の N1 グリッドエンジンが発売されていた。2010年のオラクルによるサンマイクロシステムズの買収に伴い、オラクルグリッドエンジンとしてオラクルから発売されることとなる。また、 2010年には当初のオープンソースのウェブサイトが閉鎖され、サングリッドエンジンは6 2融5で開発は終了している。その後、2013年10月22日にユニバがオラクルから商標と顧客サポートを引き継ぐこととなり、現在は商用のものとしてはユニバから発売されている。その後ユニバは MS Windows 上でのネイティブ動作対応を推進しており、 6.2u5 からの派生版であるが 6.2u5 と比較してかなり複雑になっているとされている。オラクルが3を買収した後にオラクルグリッドエンジン 6.2u6 をリリースしたがソースコードは非公開であり修正内容がオープンソースのリポジトリに反映されることもなかった。これを受けてオープンソースのコミュニティではオープングリッドスケジューラーとサンオブグリッドスケジューラーの2つの プロジェクトがスタートした。これらのオープンソースのプロジェクトは6 2 5のコードベースから派生したものである。サンオブグリッドエンジンは2014年10月現在も公開リポジトリ上で開発を継続している。オープングリッドスケジューラーは2014年時点ではメーリングリスト等のコミュニティは存続しているもののソフトウェアはグリッドエンジン 2011.11p1 の リリースを最後に止まっており、ウェブサイトの更新は2013年11月が最後である。XML クシタット。ありがとうございます。